それは、いにしえの昭和天皇の声、問題なかった。それと、変換されるのだろうか？誰であっても、不満変更法、要するに八つ当たり、その結果として、オーガさんが何かの中心にあり、不満はそこにぶつかり、そして反射される。その結果とは何？神様がいる。そう、五人、できればよい。上の要求、その返答が以前の神の、その声であればいい。確かにそうすれば、それに汚染された歪んだ世代の認識も、そう言われれば、そう。シニア世代、あるいは60代にしろ、何かが歪んでいるのだ。それをそのままにする？それとも、直せるのなら、直した方がよい。気泡を発症されるよりまとも、そのままならいかに好ましいか。オーガさんが、かつての、昭和天皇、そのごとく、まとも、な返答をすればいいのだが。結果はどこにある？We'll be right back.